圭一、電話よ、電話。なんだよ、おふくろか。はい、今出るよ。もう、ずっと呼んでたのに。本屋さんから電話よ。え、本屋？そう、なんか急ぎの用らしいわよ。待たせてるんだから、急いで。夜分遅くに申し訳ありません。私、沖宮書房の大石と申します。大石さん？大石さんって、刑事の大石さんじゃないですか。すみませんね。お母さんが出られたので、本屋さんということにしておきました。警察ですって名乗ると、いろいろご心配なされるでしょうから。夜分遅くにすみませんね。いえ。で、何かあったんですか？いえね、先ほど分かったことなんですが、実は、園崎紫音が、行方不明らしいんです。紫音が？紫音が行方不明ですって？そうなんですよ。それも、数日前から。前原さん、何かご存知ありませんか？
何も聞いてませんけど。本当に聞いてないんですか？はい、本当です。園崎紫音がいなくなった日、前原さんと一緒にいるところを見たって情報があるんですがね。知りません。ミヨンと違って紫音とは学校も違うし、そんなに会う機会もないんです。人違いなんじゃないですか？そうですかね。前原さん、本当のことだけ答えてくれませんか？本当ですよ。俺は何も知らないんです。俺は無関係ですよ。まあまあ落ち着いて。前原さん、私は別にあなたを疑って聞いたわけじゃありませんから。はい。そんなに動揺されては、逆に疑ってくれと言われているような気がしてしまいますよ。すいません。いやいや、あなたが謝ることではありません。前原さんが本当に何も知らないのか、それを知りたいだけです。ですから何も知らないんです。大丈夫ですか、前原さん？はい、とにかく何も知らないんです。それとね、実は姉のミヨンも行方がわからないんですよ。ミヨンもですか？ええ、それにこういうの前にもありました。前にも二人が行方不明になったんですか？はい、そうなんです。あれは去年のことでした。北条のおばが殺された時もあの二人が突然姿を消しました。そんな。おまけにその時はせっかく掴んだ容疑者が仏に会ってたものですから。まあだからどうという話ではないんですがね。何か分かりましたら教えてくださいね。はい、こちらも進展がありましたらご連絡しますよ。前原さんも些細なことでもいいので必ずご連絡くださいよ。ねえ前原さん。分かってます。ちゃんと分かってますから。ちゃんと頼みましたよ。それでは失礼します。
で、どうする？このまま黙ってるか、それとも。